ぐっちゃぐちゃなんでこんなところにこんなものがあるんですが、お金はあるし、こんなトランプはあるし、もういろんなものがぐっちゃぐちゃに入ってます。みなさんこんにちは、リオです。今日は家紹介します。はい、じゃあちょっと寒いけど外からね、ここを通っていくと、ここに車を入れて、こっちが家です。で、ここが門、ここが、ここから入るよ。ここにアロエが入っているのよ。あとはかゆい時に塗る薬。ね。で、ここが夏よく利用したプールだよ。こっちにも恥ずかしいあるよ。あれ？なんで？あ、自転車がこんなとこにあるね。なんでだろう。はい、行こう。私、ソックスだから、ここはどっか。誰、誰だ、これ。カズだ。ここだ。はい。ねえねえ、カンガルーさんもさ、うん、尻尾長いんじゃない？だって、もう床についてるんだよ、これ。で、ここオリーブの木があって、オリーブがなったけど、もう実が全部落ちました。で、作ってた畑も冬だからちょっと枯れてきたよね。です。トンネルです。だって自転車に当たらないじゃん。カンガルーみたい。はい。で、ここがダイニング。カズが今ゲームしています。これが僕が作ったおすすめです。まあ今夜だけだから見えないけど、あそこに 50m っていうサインがあって、あそこに 100m っていうサインがあって、これ 100m のアスレですって。入ったら家で、ここからスタート、まず一番。え、これ家？あ、これな。で、どんどん難しくなって、こっちまで来て、で、こっち行って早い早いね。で、ここからスルーしてるだけで迷路だもんね。はい、今度、カズの動画で紹介してあげたら、ママたちは家紹介だからね。はい、ここに何があるのか教えてあげたら、なんかね、本当になんか、あの自分たちのお部屋に片付けて、こんなダイニングに置いてたらダメなんだけど、こう言って、いっぱい物が置いてあるんだよね。アリエルのレゴとかもまだここに置いてあるし、だからちょっとお片付けしよう。ママ、ママ、渋谷ファミリーの家ってさ、うん、さ、なんかブランコとかあったんだけどさ、うん、どこにかけるか知らなかったんだけど、もう分かった、ここにかけるんだよ。あ、本当に、うん、そっかそっか、じゃあ、今度やろうか。見て、ここがドアだよ、こっち。本当だね。ピアノはこれでいい。で、ここがテレビがある部屋です。はい、ここがリビングです。はい、リアトリコ、ここが、うん、ここから入ってくるんですよ。で、リアトリコのカバンはどこに片付けるの？ここはジャケットをかけておくんだよね。あ、ダメだね、そっちはリアリコなの。リアリコのコートハンガー、みんなのコートハンガー。うちは6人子供がいるので、もういっぱいです。う、こっち、ここがキッチンです。はい、ここで朝ごはんとか、ここで大体ご飯を食べます。このダイニングテーブルはあまり使いません。冷蔵庫見せてあげようか。これが冷蔵庫だよ。今ぐっちゃぐちゃだけどね。ここが、うるさい、はい、うるさいって言ったら止めた。はい、ここ牛乳があって、で、ここが冷凍庫になってて、割れてるよ、ママ。本当だね。え、誰か壊したかな。で、ここに卵とかプリンとか、こんなの野菜とか、うん、お菓子とかいろいろ入ってるよ。日本の焼きそばソースとか、オーホッタフクソースとか、味噌とかも入ってるよ。わさびどこ？わさびはどこだろう。この上かな。あ、あった、わさび。ここが洗濯場です。で、ここでアイロンしたりとかします。はい。でね、うちにはこういうのが入ってあるんだよね。ここから2階にある、あの2階につながってて、あの穴は洗濯物を落とすと、ここに、ここがトイレです。ここにトイレがあるよ。
が逃げていく、ね、今ジュンいたんだけどちょっと逃げていっちゃいました。あら、ほんとだね。ここがジュンの部屋です。ここがジュンのベッド。なんか昨日届いたらしいジュンのこれです。すごいよね。アルバム、写真とか本とか、なんかあまり掃除してないな。中学の頃からの本とかがあるな。かわいい。かわいいのもあるね。はい、行こう。で、ここがジュンのトイレだよ。ピカチュウもいる。とか、お部屋にあってね。はい、今度はカイとカズの部屋を紹介して。カズの部屋。ここがカイとカズの部屋。見て。もうすごいぐちゃぐちゃです、漫画とか。はい。勝手にこうやったりとか。ね。ほら、つけっぱなしにしてるし、ズームもつけて。で、お菓子、こんなところじゃあ、カイとカズのベッドは？ベッド、こっち。カイのベッドはこっちです。で、カズのベッドはこっち。はい、こんな感じです。じゃあ、トイレは？トイレはカイとカズのトイレはこんな感じです。シャワーがついてて、トイレがついてて、ここで歯磨きするよ。なんでこんなのがあるの？で、のりとかがあるの、ね、出来出しの中はぐちゃぐちゃです。ゴミもあったね。お片付けしないとね。はい、今度は学校はガンジア。そう、この隣がリアトリコの部屋。リアトリコの部屋だって、あー、リアも大好きなので、上がリコが寝てるベッドです。にゃおー、にゃおにゃおー。で、ここがレッド。ね、この部屋もちょっと片付けないと本当におもちゃとかぐちゃぐちゃになってしまってね。この道具箱もさ、もうぐちゃぐちゃなんだよね。雨まで入ってて、ちょっと本当に綺麗にしないともう結構最悪状態です。で、ここが棚、おもちゃがいっぱいある棚だよね。で、ここにね、こうおパンツ丸見え、お尻も丸見え、で、ここがなんか、うん、お人形のお家です。でもみんなバタバタ倒れてます。リアが一番今大好きなおもちゃはどれ？ユニコーン取ってあげようか。この、この3つがリアの一番好きなおもちゃだよね。で、机の上がこうやって、ここで机で遊んで、で、黒板がここにあって、見て、うん、ぐっちゃぐちゃだね。すぐに回せるよ。消して。で、キッチンセットがここにあって、スプーンがありました。で、ここで、ぐちゃぐちゃじゃないけどね。はい、洋服がここにあるよ。で、ここは、シャツとか。ほら、こっちはこんな感じ。で、こっちはこんな感じ。そうだね。次はこっち。見て、こっちはスパッツ。で、ここはバレー。スカートとかバレーとかのものが入ってる、ね。あ、バレーはこっちです。ね、はい。で、引き出しの中も結構ね、ぐちゃぐちゃだから今週末また片付けよう。こうやって、アリエルちゃんここに出していただけたら。いっぱいおもちゃがあるよね。で、トイレは、ここがトイレで、見て、引き出しの中とかもぐちゃぐちゃだからちょっと片付けないとね。ここにカチューシャとかいっぱい入れてますね。でも引き出しの中がめっちゃ汚いんです。見せてあげたら、引き出し。ぐっちゃぐっちゃ。
はい、次の引き出しは、ここはまあまあだね。次の引き出しはぐちゃぐちゃ、なんでこんなところにこんなものがあるんですか。お金はあるし、こんなトランプはあるし、もういろんなものがぐちゃぐちゃに入ってます。ダメだな、ちょっとね、本当に、うん、ね、今週末頑張ってお片付けしましょうね。はい、じゃあ他にはタオルがいっぱい入ってるよね。 あと洗濯物をさ、落とす穴を教えてあげたら。はい、ここが洗濯の穴、はい、この上から洗濯の穴、うん、ポットンって落とすと下のさっきの穴まで行くよ。隠れんぼとかできるよ。閉めて。ディア見つけ。だからね、こっちがママの部屋だよ。ここ、なんでこんなことをやってんですか。すいません。で、ここが、ここはベッドです。うん、リコの80がここにあるよ。こんにちは。2階はこんな感じだよ。はい、行ってちょっと地下ね、すごい汚いから、またこれもちょっとお掃除しなきゃいけないよね。来て、リコ早く行って。子供たちがいつもやってる、こんなのね、はい、ここが地下の部屋です。動画作ったりするよね、ここで。そう、うん、楽しいところあるかな。これは誰でしょうか、この赤ちゃんは。カイ、カズです。カズか、カズかわいい、うん、これもカイだよ、かわいいね。かわいい。あのね、家紹介を金曜日にとって、今は日曜日で、今週末家の大掃除をしてきれいになったところを撮りたかったんだけども、ビデオに撮りたかったんだけども、なんかダラダラしてたらね、家掃除ちゃんとできなかったんだよね。部屋も金曜の時よりもっと汚くなっちゃったんだよね。引き出しの中とかきれいにしようと思ったんだよね。お片付けできませんでした。お掃除もっとしないといけないのにね。じゃあ来週の週末頑張ってお掃除しようか。ダラダラしないでね。引き出しの中とかさ、きれいにしなきゃいけないよね、リコ。だけどママもリオ、リコにね、途中に詰まって入れるところ、ちょっときれいになったけどね。来週頑張ってやりますね。そしたらまた動画を撮って、綺麗になったお家を見てもらおう、みんなにね。3 2 1、アリオス、トゥ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 、おまけ。はい、ありがとう。